はい、どうも皆さんこんばんは、最低マンです。ゼルダの伝説夢を見る島、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回のパートでね、死闘の末、沼地だっけ、壺の神殿ですね、クリアしまして、ホラガイ手に入れました。で、アイテムは、パワーブレスレットね、これ手に入れたので、次のダンジョンに目指していこうかなと思うんですが、まずこのワンワンをね、とりあえず返しましょう。ワンワンずっと連れていきたいんですけども、やっぱ借り物なので僕のものではないんでね、このワンワンは。ほうほうほう、ワンワンのこととっても感謝してるザマス。ほんと親切な坊やザマスは、お礼はこれザマス。皆さんね、これすごく嫌な予感がするんですが、あー、やっぱりもう回復すんの？回復するんですか？だったらありがたいっすわ。マダムニャンニャンからお礼をもらった。ラッキーなの？マリンちゃんもゼルダもいながら、このリンクなかなか。ミファーはまだ出てきてないとして、これね、ワンワン連れていくことできないですね。残念です。この愛くるしいこいつは、もう、戻ってこないです。お、懐いてるね、でも。懐いてましたね。はい。ということで、次、目指していきたいなと思うんですが、次の目的地はね、パワーブレスレットを手に入れたので、それをちょっと使っていこうか。あ、そうだ。ちょっと店や、寄っていきましょう。ぶち殺されないよね。オッケー。とりあえず、爆弾だな。爆弾ちょっと買っていきます。ちゃんと買いますよ。あと、この店主も優しいよね。一回万引きした犯人を普通に店で買い物させるっていう。俺すごく優しいと思うわ、ここの店主。俺めちゃくちゃ優しい店主だと思う。ここの店主さん。すごいいい方だと思いますね。違う。いや、勘違いですよ。勘違い。俺すごいいい店主だと思うんだけどな。ちょっと早っ、なんか手強くなってないか？お前なんか手強え。ちょっと待ってね。これちょっと手強え。ちょっとなんか、やるようになってる。こいつできるようになってる。ああ。待て、こいつ絶対追尾能力上がってるぞ。ああ、くそ。弓矢ちょっと、とりあえず諦めましょう。あいつの追尾能力が予想以上に上がっていた。手ごえ。僕は違うんですよ。僕は違うんですけど、万引きしたお店が、防犯カメラが強化されてたみたいな、なんかそういうような感じでした。はい。じゃあ先進んでみましょう。僕は違うんですよ。これは不思議な力が溢れ出した。調べてみよう。これ確かワープポイントとかだったような。記憶があるんですが、ワーポイントですね、やっぱりね。ここは同じようなこれが出てくるから、そこと、ね、ワープで移動できますよっていう、そういうギミックですね。今後、あのワープポイントはかなり重宝するかなと思います。あ、爆弾入手したんでね、早速ちょっと使っていきましょう。10発しかないので、爆弾は多分爆弾がなくなったらストーリークリアできないと思うんで、爆弾10発しかないんで、ちょっと大事に使っていきたいですね。あー、妖精が1匹と、でかい妖精か。ここちょっと覚えておきましょう。でかい妖精がいるっていうのをちょっと覚えておきます。まあ、覚えておくだけでいいかなと思いますね。これ爆弾でいいのかな？爆弾で破壊できるのかな？ OK、いけますね。爆弾がないとここ通れないんですね。だから、お店が最初爆弾先のところで買っておかないとクリアできなかったということです。あぶね。爆弾はかなりの致命傷になるのでもらえないですね。ハートのかけらがあるのか。この俺が想像してる地の利と実際の地の利が一致するかなんですよね。ゲームボーイ版の地の利と今作の地の利が一致すればね、マップは全部把握してるんですが、カナレットの城まであと10分、あと10分。動画時間終わっちゃうね。リチャードの別荘ね。このリチャードがですね、犬がいると、僕は犬が嫌いだ、みたいなことを言うんですよ。だから犬は絶対に返さないといけなかったんですね。さあ、リチャード。いやあ、僕はこう見えても、お城に住んでたこともあるんだけどさ。家来に魔物が取り付いたんで、
逃げてきちゃったんだよな。誇らしげに言うな。僕の頼みを聞いてくれないか、お礼にいいものあげるからさ。逃げ出すとき、お城に置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。お城に黄金の葉っぱがあるから取り返してほしいってことですね。いや、感激だな。実は葉っぱは5枚なんだ。後から言うな、それも。戻ってくる前にスコップ買っといてね。じゃあよろしく。はい、じゃあ、早速、お城でね、葉っぱを回収しに行きたいと思います。このお城ね、すごくハイラル城に似てますよ。この、なんとかの城、なんだっけ？カナレット城。すごくハイラル城に似てます。上右ってなってたんで、早速向かいましょう。10分は歩けないんですけど、10分もかからないかなと思います。あと、コメントでですね、僕のチャンネル、一回休止する前にですね、僕、チャンネル休止してたじゃないですか。それが、登録者数に対して、再生回数が低いから検索にヒットしないみたいな理由で僕休止してたかなと思うんですけど。チキータチキータ、サルキッキ、お腹が空いたよサルキッキ。あー、こいつね、使わないとカナレット城入れないんですよ。で、こいつを使う方法なんですけど、このわらしべですね。わらしべをなんか集めていって、バナナを渡さないとダメだったような気がします。なので今回はね、バナナをちょっと回収に行きましょう。ああ、そうか、忘れてました。村立ち寄った時にやっておけばよかったですね。ってことなんで、とりあえず一旦村まで戻ります。はい、村まで帰ってきました。ある程度わらしべがこの村でできるので、今リボンを持ってるんですね。リボンを持っているので、リボンをとりあえず渡す相手なんですけども、僕の覚えてる範囲でちょっと順番に回っていこうかなと思います。確かここだったような気がしますよ。で、さっきの話なんですけど、簡単に言うと多分改善してないですね。僕が思ってる通りに検索が引っかからない理由が、登録者数に再生数が追いつかないからなんだとしたら、多分改善してないですね、まだ。だから多分僕は1ヶ月ぐらい休止してたんですけど、それ直そうと思ったら多分長い年月が必要なんじゃないかなと思います。見に来てない方が抜けてとかで、再生数が増えてとか、本当に長い年月かからないと検索には俺ヒットしていかないのかなというような感じですね。もうこれに関してはもうどうしようもないので、とりあえず、今これですね、ドッグフードみたいな手に入れたので、このドッグフードの持ち主、欲してる人間が確かこっちにいたので、それをちょっと回収しに行きましょう。これに関してはもうどうしようもない。もう長い年月が必要です。あと、でもサブチャンネルはね、おかげさまで結構好評でですね、わりかしちょっと登録者も伸びてたりとかもするんですけど、やっぱりサブチャンネルの伸びの方がメインチャンネルいいなんてことがほぼほぼありえないことなんですね、普通に考えると。だからやっぱメインなんか起きてんだなって思いますね。缶詰持ってるんちゃうの、お願いや、その缶詰わしにちょうだい、お願いや。どうする、ええよいやいや、リンクまでこれ関西弁になる必要ないんだけどな。大きに、ありがとう、ほないただきます。うわ、勘ごと言ったよ。こいつさ、周りにこんな大量にバナナあんのに、お礼にバナナあげるな。いや、ほんま美味しかったわ。このバナナはですね、さっきの猿に渡すんですね。だからここまでとりあえずわらしべが OK です。で、あの猿もわらしべの一役を担ってるんですけど、とりあえずストーリーを進めようと思ったら、わらしべを進めないと進めないということですね。ということなんで、さっきの猿のところまで戻りたいと思います。はい、戻ってきました。早速バナナ渡していきましょう。猿ね。さあ、猿。こいつはわらしべの一役を担っているはいるんですけど、ストーリーにも絡んできているキャラクターですね。こいつも一応、なんかわらしべでアイテムをくれるんですね。バナナね。お、仲間、これ足りるんかな、バナナ。4匹か、5匹。待って、何にもしてないんだけど、俺が頼んだ猿。現場監督みたいな感じなんかな。はい、橋ができました。これで、お城の中に入りますね。お猿の橋の出来上がり。では、さらばだ、ウッキッキー。
あいつ多分バナナのことみんなに黙ってるな。多分お猿が残していた棒切れを拾った、もらっておこう。これ、この棒切れはさっきの蜂の巣みたいなあったじゃないですか。そこで使います。まあそれはまた後でやろうかなと思います。ということで、まあ黄金の葉っぱ探していきましょう。で、ここなんですが、黄金の葉っぱが5つあるんですけど、ほぼほぼノーヒントなので、もしかしたらここでヒントもらえるかなと思うんですが、まあ大体で進んでいこうかなと思います。大体敵が持ってることが多いですね。敵を全滅させたりとか、敵を全滅させたりとか、まあそういうので手に入ることが多いかなと思いますね。ここアクション性を決めていく。で、これで城下町から、侵入することができました。まあ順番に回っていきましょう。こういうやつが持ってたりとか、そういうので5枚あるってことですね。まあこういう普通のやつが持ってるってことは方法ないんですが、まあただ体力がそんなに余裕はないので、一発ももらわずに行きたいと思います。これなんか気になるじゃないですか。ただこいつ落とす方法がないかなと思うんですけど、こいつ落とす方法があるんですよ。落とすというか呼び出す方法が、これ岩をぶつけてやると襲ってきます。でこいつが確か黄金の葉っぱを持ってるんですね。これね、当時俺分からずにずっと俺城の中とか、城の外の周りとかずっとうろちょろしてました。子供の時にね、一日中うろうろしてたかんと思います。それぐらい難しかったですね。今サクッとやりましたけど、ただ鳥が若干分かりやすくなってましたね。ゲームボーイ版だとなんかさらっと背景のごとく紛れ込んでるんですけど、ああこれだ、こいつ持ってますよ。このモグラ、このモグラ倒したら葉っぱもらえますね。ただ上のやつ先に倒した方が良さそうなんで、こいつ先に倒しますわ。よし、あとこいつですね。OK、あぶね、爆弾の攻撃力侮れないので、よしよいしょよいしょ、 OK です。まあ、パターン掴んでしまえばこれは余裕ですね。近くに来たらまあ爆弾顧みず突っ込んでいくっていうのがまあやりやすかったかなと思います。ただゲームボーイ版よりかなり難易度上がってました。まあ爆弾もらえないっていうのもあるんですが、まああと3枚ですね。あと3枚、この城の中にあるかなと思います。行きましょう。あ、バブルか、バブルか、バブル避けながら進んでいかないとダメってことか。あー、くっそ、これ難しいですよ。これは難しいですよ。バブルの軌道が読めないので、いやこれ、いやーこれはきつい。やってくれる。バブルが帰ってくる前に距離詰めてこいつら倒します。 OK です。マジかよ、思ってる以上にむずい。これ等速だから遅いんですけど、目で追えるんですけど、普通に難易度が高いですね。 OK です。うわ、勘弁してくれ。いやこれきついわ。ちょっとあいつら無視します。こいつら無視します。いや襲ってくるよね当然。ダメだ、ちょっと一旦出入りして敵を、はい、再配置させます。で行くと OK ですね。よし、あ、これで門が開くんですね。だからすぐに帰れますよってことです。いちいち地下道を通らなくても帰れますよってことですね。コメントね、いただいてるんですけど、ありがたいことにね、全部読ませていただいております。あ、前回かな、さっきも言ったかなと思うんですけど、くしょ。 OK です。黄金の葉っぱ手に入れました。これはゲームボーイ版だとひび割れとか入ってないですね。確か入ってなかったです。ただだいぶ分かりやすくなってますね。このお城のギミックかなり難しいんですけど、うわー、これさ、ワンチャンここから爆弾で倒せないか、これやれますね。ここからやれってことです。
降りて戦ってもいいか、降りて戦いますか、どうせなんであれば降りて戦えよみたいな風に多分皆さん思ってる方もいらっしゃるかなと思うんで、あえて降りて戦おうかなと思います。カナレットのお城ね、ここ扉閉まってるんですが、ここは簡単に開きます。さあ行きましょう。まずは倒し方ですね。敵の攻撃を避けながら倒し方見極めていきたいなと。何やる、あ、わかったわかった。攻撃避けながら、敵の攻撃避けた後に攻撃だ。やばいやばいやばい。右下に出っ張ってる部分あるじゃないですか。いった。右下に出っ張ってる部分があるじゃないですか、ここで。あいつ右手に鉄球を持っていたので反時計回りに回ってたんですけど、右下の出っ張りに引っかかりそうになりましたね。ここ、こっち出っ張りだったら簡単だったんですよ。はい、何はともあれ黄金の葉っぱ5つ手に入れたので、とりあえずリチャードのところに戻りたいなと思います。あ、どうせなんだったら蜂の巣入手しておきますか。ここですね。コメントでマリオに似てるっていうコメントいただいたんですが、タリンね。お、泥棒いいもの持ってるだな。あ、知り渡ってる。泥棒に変わってますね、俺の名前。やっぱ泥棒に変わってます。うまい蜂蜜分けてやるから、その棒切れ貸してほしいだよ。あ、泥棒に変わるんだね。ってことは、もうほぼ全実況者が泥棒という名前で実況してるということですね。なんだ、やっぱ変わるんですね。なんか、子供が泣いちゃうとかっていうので変わらないかなと思ってるけど、やっぱりダメなことはダメだよということなんでしょうね。この辺は、原作の通りに進んでるかなと思います。今入手した蜂蜜も後々使うので、まあ、ただ、ご回復しておきましょう。よし、この妖精とハートのかけらが俺の回復源なのですごく大事ですね。はい、リチャードのところに戻ってきました。トレビアン、葉っぱがすべて揃ったんだね。さあ、このカエルの像を動かしたまえ。僕からの俺の印だよ。俺が動かすの？俺の印なのに俺が動かすんですか？何こいつ。君のおかげで葉っぱも出て僕は幸せだな。自己中心的じゃないですか、完全に。はい、お礼とは何なんでしょうか。敵いるじゃねえかよ。この敵がこいつのお礼なんでしょうか。まあ、とりあえずこのリチャードのお礼を受け取っ、危な、受け取ってこのパート締めようかなと思います。 OKOK よし。キャラクターは結構可愛くなってはいるんですけど、操作性はあんまり良くないです。なんかタイトルに辛口ってあるから、リスナーさんのコメントでですね、辛口評論をしてるんじゃないかという、辛口モードのことなんですけど、ちょっと辛口なこと言うと、操作性はね、若干あんまり良くない。なんかブレーキがかかるような操作性、まあ僕が倍速でやってたから余計感じるのかもわかんないんですけど、なんかね、リンクの初速が遅いような感覚を受けます。まあ俺が高速ゼルダとかやってたからだと思うんですが、なんかね、リンクの動きのこの初速の走り出しがね、なんかちょっと僕違和感感じながらやってます。まあ、多分俺かな、俺だけなんかな。なんかね、待って、どっちだ、こっちか。なんかそこに違和感感じるんですよね、ずっと。操作性はゲームボーイ版の方が僕はいいかなと思ってますよ。あー、これ。これあれか。ハートのかけらか。ちょっと欲しいんで入手しましょう。まあちょっと先にやることやってから最後に入手したいなと思います。死んだら元も子もないので。ここですね。足元に秘密あり。で、さっき言っていたスコップですね。ここで、次のダンジョンの鍵が手に入るということです。スライムの鍵ね。アングラーの祠じゃないんか。ウクク草原の入り口へ行こう。アングラーの祠穴はまた先のダンジョンか。
あ、じゃあ最後にこのパートの最後にね、このハートのかけら入手で終わりたいと思います。ロック調の羽で飛んで草を切りつけて向こう岸に渡りたいと思います。いきます、いきます。 OK。 あー、穴なんかい、え、穴なんかい。だったらこれギリギリ飛ぶんかな、ギリギリ飛ぶんでしょうか。うわっ、マジっすか、マジっすか。まあ、とりあえずここ破壊して向こう岸にとりあえず渡りましょう。いきます、ギリギリ。うわっ、これ渡りきれないんじゃないの、これ、これ渡りきれないんじゃないですか、これ。ギリギリ、もう飛べない、飛べないでいく。え、これどうやって取るんだろうな、フックショットかな。多分今の武装だったら渡りきれないんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回これぐらいで一旦パート切ろうかなと思います。次回のパートで、このスライムの鍵入手したので次のダンジョンを目指していこうかなと思います。そろそろね、難易度がめちゃくちゃ上がってきているので結構やばいんですが、また次回もお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。